それでは本日は家事ルーティーン行ってみたいと思います。息子が寝てるので小声で言っております。それでは行ってみよう。はい、アテレコも行ってみたいと思います。前回動画で実家の荷物を靴からメルカリで全売りしていくっていうことを言いましたけれども、どんどんメルカリ出品していこうとやる気に満ち溢れております。噛んでます。やるべきことはメルカリだけではないんですよね。 YouTube でも見ながらとっととやっつけますかってことで、はい、これ健康管理トラッカー、運動量を測定してます。はい、買ったばっかりです。まずは朝昼兼用ご飯の前にキッチンリセットからいたします。 YouTube 見てますね。リセットするとなると調理台だけじゃなくてキッチン全体してしまうんですよね。なかなか前に進みません。それがリアルスタイル。除菌アルコールでふきふきですよ。あっちこっち拭きまくり。まあ動画の中でもずっと拭いてますから。台をきれいにしたら手もきれいに。はい、キッチンペーパーはこのシンク下に収納してます。手を拭いて台拭きにして壁や床も拭いてっぽいですよ。はい、それを頻繁にやりますね。自己流ミニマリストの家に食器棚はなしってことで、はい、いろんなところに収納突っ込んでます。はい、ぐっちゃぐちゃよ。ちなみにこれらは昨夜洗って自然乾燥してたものです。はい、足も使って全身で片付けしております。なかなかご飯作ることができません。はい、冷蔵庫から取り出したるは昨日の残りのサラダとキャベツでございます。何をするかと言いますとですね、昨日のサラダ、作ったサラダにキャベツを追加してかさ増ししようという魂胆ですね。はい、キャベツの皮を、はい、束ねまして、はい、トン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 切っております。これね、手でも引きちぎってバリバリかじってもいいんですけど、息子用にね、優しいお母さんってことで、はい、切っております。スライサーなんてもんはないんですよ。自己流ミニマリストですからね。で、簡単にまな板と包丁をもうすすぎまして、はい、もう常に拭き掃除です。もうこれね、だいぶカットしてますけどずっと拭いてますね。本日のメインディッシュでございます。お惣菜とんかつ手抜きスタイル。はい、添付のソースはいりません。なんでかと言いますと、サブチャンネルで紹介済みなんですけど、ヒカルさんおすすめのソース大量に購入しまして、とんかつソースも買ったんですけど、もうね、お好みソースが分け合って2本空いてるんで、お好みになってますけど、お好みね、その購入したとんかつソースを使いたいとこなんですけど、今回はお好みソースで行ってみたいと思います。ソースの話は置いといて、はい、後でまた話しましょうか。最近野菜がね、食べたくて、体が野菜を欲してまして、はい、たっぷり野菜を添えております。野菜がメインでございます。冷凍ご飯を丸めまして、この上にこれも今回取り寄せしたごまのふりかけね、美味しいんですよこれ。で、これがお歳暮でもらったドレッシングなんですけど、中はね、これ残りのところにポン酢を入れてね、ドロッとしてたドレッシングのね、最後の最後まで、はい、ポン酢で流し出すっていう、ドケチスタイル。はい、どんどん動画が進んでってんですけど、はい、油をね、取っておりますよ。油物を、魚焼きグリルでね、こんがり、こう、焼きまして。で、油がね、じゅわーっと出てくるんですよ。で、それを、ペーパーで取ります。はい、もう、いただきますって。もう全然追いつかへん。はい、これが取り寄せしたやつね。名城のお好み焼きソースなんですけど、こちらこの土地の徳島の有名な加賀屋ソース、はい、それと比較検討したいと思います。名城ソースかけすぎました。ドボッといってしまいましたね。今度は注意していきますよ。はい、いい感じ、ええ感じや。はい、ソースがツヤツヤですやん、これ美味しそう。おー、垂れたうまそうじゃ。はい、どれからいくね。あ、まずはサラダ、はい、ベジファースト。ちょっとリアルさん食べながら喋り出すんで、はい、黙ります。ベジファースト。同じこと言うてますね。これはキャベツとカリフラワーと、これが、カリフラワーの茎、葉っぱ、全部食べる。丸ごと食べる。野菜の皮は剥かない。玉ねぎとじゃがいもぐらい。では、これどっちだったっけ？どっちがどっちだったか分かれへんなって言うんだ。こういうのしょっちゅうなんですけど、ほんとやばい、認知症。うまい。私が作ったんちゃいますけどね。まあ、一手間かけてますよ。半分手作り。うまい。この一手間でうまくなる。よく噛もう。丸飲みしないで。喋りたいけど喋れない。喋りたい。本当はね、もうベラベラ喋りながら撮影したいんですけどね。
喋りたい。ほんとね、やることがいっぱいあってね、心に余裕がないんですよ。頑張ろう私。どっちがどっち分からへん。結局どっちも美味しいね。ほなもうええがな。はい、毎回この結論なんね。今度こっち。これが多分ヒカルさんのおすすめの名所ソース。サブちゃんで紹介してますよ。楽しい。調味料買うと楽しいですね、うん、ちょっとウスター感が強いかもね。うん、ウスターソース感が強いかもしれない。同じお好み焼きソースでも微妙に味が違うんですよね。どうせお料理するなら楽しみたいですよね。息子が来てくるまでに食事はもう終えとかないと。いつもぼっちで食事です。息子と一緒に食事がしたいってわけじゃなくって、これはこれでいいんですよね。落ち着いて食べられるし、キャベツのソースも、このソースとこのソースどっちが美味しいとかって一緒にできるんやったらいいんですけどね。あんまり食にこだわりもないみたいです。 YouTube 見ながら食べてるしね。ごちそうさまでした。言うてる間に平らげてしまいました。でもここで終わらないのがリアルスタイル。デザートは昨日残したポンカンの半分をいただきます。そして最後はカフェイネスコーヒー。めんどくさがりなんでインスタント専門です。オーツミルクのカフェオレを作ります。はい、ここにフェンネル出てきましたけれども、ナツメグオールスパイスカルダモンのミックスです。自分でミックスしました。はい、まだ食べるんか。昼間からフルコースです。デザートも2種類、これはココナッツサブレですね。このクッキーにアイス挟んでるやつ好きです。はい、またごちそうさま。はい、頑張るぞ。相当頑張らなあかんよ。今日の目的はメルカリ出品やからね。やっとリビングに移動しましたから、キッチンのリセットと食事が終わって、やっとこっからリビングのリセットに入ります。まずは洗濯物を畳みます。洗濯物を畳みながらですね、エクササイズ健康管理トラッカーね、つけて2日目なんですよ。モチベが上がってまして、もう気がついたらこうやって運動してます。買うのね、悩んでたんですけど、そういう意味では買ってよかったかもしれない。ちょっとね、動こうっていう気になるんですよね。何でもね、こう取りに行くのでもめんどくさってなるんですけど、さっと取りに行って歩数稼いだろうみたいな。わざわざ散歩に出かけなくても、家の中で頑張って動いてね、散歩に行く時間を時短しますよ。また説明なしでどんどん動画が進んでおりますけれども、はい、収納してるんですけど、まあ細かい収納はまた今度説明します。これはい、息子がねバイトに履いてるズボンなんですけど、はい、ぽい、捨てられる、物が減る、ラッキー、あ、パンツもある、これもぽい。年初にね、総特価したんです、息子のパンツ。これ捨てそびで取ったやつです。ラッキーって捨てました。メルカリやり始めてからゴミも捨てられなくなったんで、なんか捨てるときね、ラッキーって思うんですよね。物減るって。やっとリビングに移動したと思ったら、またキッチンに戻ってんですけど、今自家製蒸し生姜入りコーヒーを入れておりますが、はい、キッチン仕事するときはね、安定剤的になんか飲むんですけど、はい、うちの電子レンジはバカチンなんです。このバカチンがーって余計な仕事増えてほんと萎えますね。なんでキッチンに戻ったかと言いますと、息子から LINE が来まして、飯ってことで息子の朝昼兼用のご飯を作ります。はい、息子はアジフリャー、はい、アジフリャーが追加されます。前日に私いただいてたんで、息子だけアジフリャーが追加されたバージョンになります。食事の支度しながらもいろいろやっちゃうマルチタスク女王でございますよ。ほんとね、この動画見ながら思いました。自分で冷蔵庫開けるたんびに整理整頓してね。もうこれね、だいぶカットしてますけど、なかなか用事が前に進まないんですね。私いつもね、キッチンに入るたんびに2時間ぐらい時間食っちゃうんですけど、その理由はこれですね。はい、これまた用事作ってるでしょ。キッチンバサミでトマトをねカットしたんですよ。包丁でね切るのをズボラして、ハサミでやったらブチューって飛びまして、花火みたいにね壁に飛び散りまして、壁を拭いたりして時間食ってね。手際は悪くはないと思うんですけど、ハプニングも起こるし、いろいろやっちゃうんでね、もうほんと時間かかるんですよ。はい。で、これやってることはね、もう私のやつと一緒です。一回で済んだらね、もうほんと時短になるんですけど、息子とね、ご飯のタイミングが絶妙にずれてるんですよね。セットしといたらええやんかって話なんですけど、これ温め直したりとかしなきゃいけないから、結局一緒なんですよね。タイミングはね、一緒になって、これ作りながら、つまみながら、最後、片付けて終わるっていうスタイルがベストです。そういう時もありますよ。
これね、やるたんびにギットギトになるんですよね、手が。光るソースもたっぷりかけましたよ。はい、はい、美味しそう。美味しそう。お腹空いてくるわ。飯テロやね。息子とはね、もう家庭内別居ですので、ご飯は運びます。コロナのこともあってね、このスタイルになりました。あら、リアルさんご飯終わってなかった？グーじゃないよ。食べ過ぎ。こうやってね、つまみ食いばっかりしてるから太るんですよね。うわ、腐ってる。うわ、虫。やべ。虫おる。緑の小さいのがうにょうにょしてました。虫がいたから全部下処理します。また余計な仕事が増えました。カフェオレは電子レンジの中で噴火するし、プチトマトは花火みたいに飛び散るし、ポンカンの中から緑虫生まれるし。まあ、ポンカンの場合はね、これやっといたら、デザート作るときにね、使えるからいいんですけど、今日はやるつもりなかったのに、メルカリやるつもりやったのに、と思いながらやっております。毎日ね、こんな風に一日があっという間に終わってしまうんですけど、なんとかしないとなと思っております。無理。そうなんです。無理なんです。無理やな。こういうのね、やらないで自分のやりたいことを真っ先にやるべきなんですよね。分かってんだけどね。まあ、やっちゃうもんはしょうがないってことで割り切ってやりますか。はい。気合い入れてやろうと思ったら、はい、邪魔が入るよね。何なんですかね、この絶妙なタイミング。息子との食事も絶妙なタイミングでずれるし、リビングに行ったと思ったらまたキッチンに逆戻りですよ。これ2回目でしょ。もうなかなかキッチンから離れられない。ほんでなかなか来ないんですよ、ネットスーパーが。待ってられへん、じっとしてられないんですよ。一体何階に住んでんの、リアルさんってね。全然来ない。行ったり来たりですよ。健康管理トラッカーの歩数稼げてええわ。はい、やっと来ました。超高層下。はい、そこ置いといてください。わかりました。お願いします。はい、お願いします。そんな高い建物は徳島にはない。はい。置き配が基本ですね。全部玄関の外に置いといてもらいます。それお見せしたらよかった。すごいよ。廊下にずらーってこう生鮮食品が床の上に並んでんですよね。圧巻ですから。今度映しますね。スーパーのね、お兄さんが廊下に並べてくれてる間にリビングの片付けを進めて参ってます。はい。必殺布攻撃でボロ隠し。もう全然ね、テロップについていってませんよ。読もうと思ってんですけどね。これ後で消しときます。はい。またキッチンに戻りました。ネットスーパー購入品紹介します。倍速でサクッといきますよ。平切り大根、花切り大根、千切り大根、大根ちゃうんかい、かつお節、青のり、桜エビ、天かす、はい、お好み焼きします。はい、これが、もやしが超絶うまい混ぜそば、顔がすごい。はい、ビニール、はい、ヨーグルト、はい、豆乳ヨーグルト、はい、またヨーグルト、脂肪分ゼロ、大根に続いて3連発。はい、これはアカディ。牛乳ね、お腹に優しいやつ。はい、購入品紹介の途中にコーヒーブレイク。はい、寿司。はい、これも寿司。違うの2種類ね。息子とシェアしますよ。はい、これがまた大根。はい、おやつシリーズでね。ナッツ。これが当たり目。はい、ピスタチオ。コレステロール下がるんやって。はい、ビニール。たくさん、はい、チョコレート、高カカオ、食べ過ぎ、はい、飲んでる、カフェオレ飲んでる、はい、はい、玉ねぎ、じゃがいも、カレー好きの息子のために、はい、ささみ、はい、お肉ね、はい、豚肉、はい、これが鮭、珍しい、はい、タコ、これも珍しい、お好み焼きに入れる、紅生姜、はい、ぶちうまい焼きそば、なんやこれ、はい、もやし、はい、はい、ほんで、なんや、アボカドかな、なんや、催眠術中ってなってるけど、おもんない。はい、いちご。めったに買わないいちご。はい、ツナ。たまに買う。はい、これはマヨネーズ。はい、以上。動きが昭和。ほんでしんどい。あ、まだある。なんや、肉。なんか昨日もネットスーパー頼んでたんですよ。これ、カルピスバターね。特選バター。これ初めて買いました。はい、ビール。次回ね、サブチャンネルのライブの時に飲もうと思って、はい、冷やしておこうと思ったんですけど、出してきて、はい、はい、片付けし始めました。もうこれ、画面見ながら、テロップ読みながら、これ、当てれこしてるから、あ、はい、なんか来たぞ。コップ、お水飲みや。
パンツ見えてるやん。パンツ丸出しの息子でした。はい、父にお供えをしときました。さっきのビールね。こちら自家製のお仏壇です。正直久しぶりに手を合わします。ごめんなさい。そして暇さえあればお片付けしてます。はい、軽快な音楽とともに片付けが引き続き行われております。食品がまだ残ってるんですね。この、カウンターですね。カウンターのところに食品を保管してます。以前はね、食品庫なかったんで、冷蔵庫に全部保管してたんですけれども、今はこちらに保管してます。はい、シワシワ、エプロンシワシワ、無理やりつけて伸ばしております。伸びてましたね、これ使い終わった後。声がもう限界来ております。はい、ネットスーパーの大量のビニール袋を処理しまして、はい、おもむろに床掃除をしまして、はい、いつ終わるんや、家事が、ほんまに。拭き掃除しすぎ。はい、こっから洗い物ですよ。冒頭からずっと YouTube かかってますけれども、この日はね、中田あっちゃんの、なんだっけ、YouTube 大学見ながらやっておりました。エクササイズしながら、お勉強もしとこうかっていうことで、ながら聞きしたところでね、あんまり頭入ってこないんですけどね。まあ、気休めですよ。お勉強する時間ないからね、こうやって勉強した気になるっていう。そしてたまにエクササイズもしてね、カフェオレも飲んでね、はい、またエクササイズしてますけど、こうやってね、マルチタスク上等って感じでやってます。ほんとすごいわ。マルチタスクが。あかんやろな。主婦はマルチタスクの天才って言うけど、私のマルチタスクは度が過ぎてるような気がする。あ、もう家事しすぎてね、もう肩も凝ってて、肩もエクササイズしてますけども。はい、ポンカンの皮で今度何すんの？そうや。シンクのお掃除。シンクの掃除するのに野菜とか果物の皮使ってこすったりしますね。はい、今度は生ゴミの処理。新聞に包んで捨てるんですけど、新聞は取ってませんので、いつもお世話になってる、お世話になってるってなまってますけど、おじにね、もらってるんですけど、おじになかなか会えないんで、パンフレットとかね、そういうのも使って捨てたりしてます。ネットスーパーの納品書は、すぐさまチェックして破棄します。郵便物なんかもね、その場で、その瞬間、中身チェックして捨てたりしますけども、洗った食器を乾きやすいようにまた、並べ直して、ひたすらまた拭き掃除します。ほんま拭きすぎ。これもね、だいぶカットしてるんですよ。この動画の半分拭き掃除してるんちゃうやろか、ほんまに。もう終わったか？私も疲れた。もうやってるリアルも疲れるし、編集してるリアルも疲れるし、はい、もうお互い様やね。ほんでまたリビングからどんどん遠ざかっていくの、なんで？ゴミをまとめてますよ。ついでに玄関も片付けて、なんで？毎日ね、自分の思うゴールまでとか言ってね、リセットをするのが習慣になってんですけど、やりだしたら止まらんのですよ。同じ種類のものは同じ場所にってことで、目について、あ、これちょっと場所違うと思ったらね、移動させるんですけど、その作業がね、また楽しかったりするんですが、はい、これは飲むシリカね、メンタリスト第五師匠の影響で買った飲むシリカ。玄関の作業してるのに玄関で映さんかいってことでカメラ移動させました。はい、段ボールの処理。はい、それからゴミの処理。ゴミはね、分別しなくていいんですよ、このマンション。業者が持っていくんで、全部一緒くたにできるのが楽ちんでいいです。玄関が掃除道具置き場とゴミ置き場になってて、どうなの？と思いながら、もう開き直ってやっちゃってます。はい、やっとキッチンまで戻ってきましたよ。キッチンペーパー類はレンジの上に収納。タッパーや保存容器もレンジの上です。もうね、萎えそうになったんで、ブレイク、麻薬投入します。はい、落ちたけど3秒ルールでも食べちゃう。いくら高カカオとはいえね、チョコレートも食べ過ぎですよ。ガン騒動からね、7キロ増えたんで、ちょっと節制していきましょうか。リビングに戻ってきました。何回目やろ。ねえ、んでもうまたやってますよ。もうマスクの整理ですって。色別に並べ替えたり、使い捨てマスクをどうしようかなと思いながら、もう袋に入れたり、中途半端に空いてるやつをまとめたり、箱から出して入れたり、はい。立体マスクは箱のまま入れましたけど、マスクもちょっとね、多いから減らしていきます。はい、本日2回目の歯磨きになります。歯磨きしながら、YouTube 見ながら、エクササイズ。もうね、マルチタスク。限界でしょ、そら。限界やろ、こんだけやっとったら。頑張ってると思うで、ほんまに。暗がりで漢方薬を選んでますけど、
鼻メガネでまるでおばあちゃん。髪の毛ボサボサやし、もうなんか7キロも太ってんのに、すごいやつれて見える。やつれてなんかひもじいというかなんつうの。もうほんま嫌。再び、じゃあ見たび、よたび、もうリビングやけど、一体いつになったらメルカリするんですかね、この人は。またね、これ YouTube とか SNS のコメント返ししてるんですけど、今度こそメルカリかな？エクササイズしてるけども、メルカリ始まるのか？よし！リアルメルカリ業務のスタートです！ドラマや映画を見ながら気分上げてやってまいります。クマみたいなガウンは着る毛布ってやつです。概要欄にリンク載せときます。はい、これはね、母のフェラガモのバッグ売れました。靴の出品したいのに、売れちゃったんだからしょうがないですよね。まずは梱包からいきたいと思います。中にクッション材を詰めまして、あ、ピンコン。関係ないよ、こっちになってるからね。もう邪魔しんといて、本当に。スマホが、もう一個のスマホが鳴ってますけど。ブランドのね、もともとついてる袋に入れようと思ったんですけど、洗濯をね、一回したらシワシワになってしまってて、やっぱね、届いた時に綺麗状態の方が嬉しいかと思うので、はい。購入した方の立場に立つとね、やっぱ綺麗方がいいなと思うので、めんどくさいんですけど、アイロンを出してきまして、シワを伸ばしてるとこですね。アイロンでね、体温まってきましたから、プロレスラーみたいにガウン脱いでましたけれども、はい。引き続き頑張ってやってまいりたいと思います。アテレコも頑張ってやっていきたいと思います。長いねん動画が。長すぎる。この日の動画ね、ほぼ、もうずっと一日中撮影してたんですけど、撮影時間が5時間半超えてたんですよ。その5時間半の動画を30分ちょいに縮めたんです、これ。頑張りましたよ、ほんまに。編集ね、ほんま5日ぐらいかかってんちゃうかな、これ。すいません、この長い動画、もう最後まで見てくださる方ね、あんまりいないと思うんですけど、大半の方は途中でね、離脱されてるかと思うんですけど、本当最後までいつも見てくださるね、お友達の方々、本当にありがとうございます。はい、これ今更ですけど解説しますか。もう嫌になってきた。もうええんちゃうかな、この動画流しながら関係ないことをくっちゃべっても、もうええんちゃうかなっていう気がしてきた。なんか好きに喋りたくなってきた。もうなんて、このメルカリのさ、やり方とか、もう今までに結構動画出してきたし、もう今更でしょ、これ。メルカリ用の動画でもないし、メルカリの動画なの？これ。違うよね。メルカリをやろうと思ってるのに、普段の家事がなかなか終わらなくて、自分のやりたいことを、自分の本来やるべきことっていうのをどんどん先延ばしにしてしまうっていう悪い例なんじゃないかな。その悪い例を皆さんにお見せしてるんじゃないかな。そんな気がしてきたわ。そう思ったらものすごい意義があるような気がしてきた、この動画。うん。こっからね、やっと実家にあった靴16足を順番に出品していくっていう動画がスタートするんですよ。32分の動画の23分過ぎたところで、やっとこさね、始まるんですけど、もう全然関係ないこと話し始めてますから、こんな YouTube あるって私ほんま口癖のようにいつも言うてますけど、ほんまこんな YouTube ないよね。喋ってる最中に内容変わってくるっていう。今回ね、この動画を作ってみて、ほんと思ったんですけれども、自己流ミニマリストとか言うて、思考がミニマリストって私いつも言ってんですけど、自分に無駄だと思うことを削ぎ落として、自分が生きやすく、人生を楽しんでいくっていうことをモットーにやってるんですけど、無駄なことを省いてるのに、なんでこんなに時間がないのか、なんでこんなにやるべきこと、やらないといけないことっていうのを減らしてるのに、それがなかなか進まないのか。それがね、わかりました。一つ一つの作業に時間がかかりすぎてるんですよ。数を減らすんじゃなくて、手を抜く。それが答えだ。はい。答えが出たところで、メルカリ業務の動画が終わりましたけれども、お腹空きすぎて、私だけ先に夕飯食べるっていう、シーンに入っております。もうこの先も動画関係なく、テロップ入れてたのも無視して、はい、もうテロップ全部消しますからね。この感じで喋っていきますけれども、はい、キムチ、ちょっと説明してるし。切り干し大根キムチ、これ美味しいんですよ。はい、それは置いといて、
手間をね、楽しむっていうやり方、その人生の楽しみ方っていうのもあるので、手抜きをすべきっていう話でもないんですけど、まあバランスですよね、何でも。とにかくね、自分が良ければそれでいいんですよ。どんな結論？エプロンね、裏になってんの気づきましたけども、裏返さないで、表に返さないで、そのまま着とくっていうのも、時間の節約ですよね。はい、これ美味しかったわ、これ。もう、説明してるし。天野フーズの味噌汁、前もね、飲んだこと、食べたことあると思うんですけど、こんなに美味しかったっけって。美味しかった、これ。後で出てきますけど。手間をかけすぎたからって言って、自分の人生が生きやすくなるのかって言ったら、それやっぱり時間もかかるし、やれることが限られてくるから、やっぱりね、減らすっていうことと、簡単にするっていうことが大事やね。こんなね、乾燥の薬味を自分で作ってる場合じゃないんですよ。はい。これがね、さっきの天野フーズの味噌汁なんですけど、見てみて、すごいでしょって前のめりになるほど、具もたくさん入ってて、おすすめです。舌がね、やけどして、へってなってますけど、今度はやけどした舌を冷やすべく、冷凍フルーツヨーグルトパフェを作ります。これもね、動画で散々説明っていうか、紹介してきてますから、これについて喋ることはもう何もないです。はい。映像でお楽しみください。ということで、動画もね、佳境に入ってまいりましたので、まとめていきたいんですけれども、さっきの私のお話、伝わりましたでしょうかね？私のね、好きな本に、エッセンシャル思考っていう本があるんですけど、その姉妹本みたいな続編が出まして、それがエフォートレス思考っていうんですけどね、その本を今読んでるんです。その本に書かれてることが、今回の私の行き着いた結論のヒントになっているようです。はい、メルカリ業務に動画は入っていますけれども、このまま引き続き喋り続けていきたいと思います。まだね、全部その2冊目読み終えてないんですけど、今回のこの動画の撮影と編集でもう悟りました。わかりました、なんとなく。物もやることも思考もみんな一緒なんですけど、いっぱい抱えてるとしんどいし、全部を完璧に使いこなそうとしても、やりきろうとしても、まあ、無理があると。ね、人生には限りがありますから。だからこそ、数を減らしてですね。それで、なおかつ、その、一つ一つをやる際に、時間をかけすぎない。動画の中のリアルさん、もう疲れ切って、カメラも疲れ切って、ヘトヘト、ヘトヘト言うてますけど、はい、今度は息子の夕飯やってますけどね。もうこれもね、もうどうにかしなあきませんわ。これ、何回にも分けて、はい、不審者になってますけども。動画ね、撮影しながら楽しくやってるのもいいんですけどね。結局、数を減らしたってやっぱり多いんですよね。やることも。やることっていうか、やらないといけないことって主婦っていっぱいあるから、減らしたところでやっぱりね、いっぱいいっぱいなんですよ。だから、一つ一つにかける手間を減らしたりとか、目をつぶるところはつぶって、自分が楽しいな、時間かけたいなと思うところも、ぐっとこらえて、はい、つまみ食いも我慢しろ。うん、そこも我慢した方がいい。はい。口で言うのは簡単ですけど、はい、美味しそうやね。寿司と味噌汁とヨーグルト。はい、息子のご飯です。はい、これもだから、何回もやらなくて済むように、もうちょっと工夫してやってみます。なんか、こんなアイデアありますよって教えてくださる方、コメントでくださると嬉しいです。この YouTube の動画と編集もやね。それで、それかかってんかな？めっちゃポン酢、ドボドボドボってかけたけど。残してないの？あの、写真。もうめっちゃかかってるで。はぁ、無理です。息子にね、怒ってる暇もないんですよ。怒りを鎮めて、頑張るんだ、リアル。息子にね、いちいち腹立ててるのも無駄やなと思って、それはね、だいぶ訓練で収められるようになってきました。修行僧です、私ね。はい、また靴の出品に取り掛かり始めましたけれども、これからね、16足の靴を出品してまいります。その靴をね、全部売りまして、いくらになりましたっていう動画とか、他のものもね、どんどん売って、皆さんにご報告したいと思います。命みたいになってますよ。終わり言うたんですけど、家事はまだまだエンドレスでございます。息子の部屋に置いてあった、兼用のね、服。
息子がね、いるとなかなか取れないので、ガバッと取ってきました。それをね、畳んで収納しまして、その辺の散らかってんのをね、片付けまして、もう片付けがね、もうエンドレスなんですよ。だからこれをね、やめようと思います。一旦ね、そんな動画上げたような気もするんですけど、日々のね、リセットをね、もうやめようと思います。今回はこれ、YouTube で撮影もするんで、いつも以上に頑張ってますけれども、これはね、もう、目をつぶっていきたいと思います。実際今ね、もうお見せできないような状態の部屋で編集しております。ガラガラ閉店でございます。もうね、最後の家事ルーティーンですよ、この動画。多分、おそらく。今度家事ルーティーンの動画するときはですね、エッセンシャル思考とエフォートレス思考で生まれ変わったリニューアルオープンのリアルの家事ルーティーンをお届けしたいと思いますよ。ほんまかな？リアルにものすごい、汚い状態で生活してるような動画もお見せするかもしれません。それもまた面白いですよね。まあ、とにかく、リアルのリアルを、このチャンネルではお届けしていこうと思っております。YouTube も楽しんでやっていきたいので、撮影と編集に振り回されてね、自分のやるべきことができなくなるみたいなことは、なるべく避けて、工夫してやっていきたいと思います。終わり。ほんま終わりです。もうね、毎日自分の思うゴールまでリセットする、そんな生活はもう終わり。ね、マルチタスクもほどほどにしなあかん。もう疲れ切ってベッドにダイブですよ。もう限界。ね、この日、フィットビットの歩数は6000歩超えてました。家の中でそんだけ動いたら上等じゃない？ま、メリットもありましたよね。2022年はメルカルっていうことで、これらの荷物を全売りしてミニマリストに返り咲くなんて言ってるんですけど、この調子では無理やろ。頑張るぞ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。ツイッター、インスタもやってます。それではまた。